眼科医の平松です。今日は皆さんと作り上げていきたい緑内障の書籍についてお話ししようと思います。で、緑内障の書籍って私今までも出してるんですけど、今までって僕が思ったことをただバーっと書いてって、まあそれが本になってるわけですよ。まあそれはそれで私の意見が伝わっていいんですけれども、まあ患者さん目線になったつもりでもなりきれてない部分ってやっぱりたくさんあるわけですよね。ってなると、やっぱ患者さんの意見をもらって、それで本を作った方がより皆さんに届くし、皆さんが知りたいことを書けるし、で、なんていうかな、まとめて見やすくなるっていうふうに思うわけなんですよ。で、ある出版社さんからお声がかかって、まあ、緑内障の本を書きませんか。まあ、そういう話はまあまああるんですけど、まあそこでは YouTube と、まあ、うまいことをなんか連携して本を作りましょうみたいな話をいただいたわけなんですね。あ、だったら、ただただ書いてくれとか、まあそういうのってね、ちょっとなんなところもありますけども、まあ、皆さんと連携して皆さんの声がある程度届けられる本を作れるんだったら、それだったらいいんじゃないかなって思って、まあちょっと受けさせていただいたわけなんですよ。で、そこで皆さんにお願いや、相談です。で、これから書籍、今から書いていくわけですけど、一から書くわけじゃなくて、この、動画をメインとしながら、皆さんが興味がある内容を文字に起こしとって、で、ただね、私の動画のトークをただ日本語にしただけでは、これ意味ないので、まあ、本として読みやすいような形式に修正していくつもりです。で、そこで、今までは、動画で皆さんに教える、伝える、これだけをメインに考えてきたんですけど、皆さんが、あ、だったら文章とか図でだったら見やすいし、落ち着いて見れるねっていう内容もあると思うんですし、あると私も思います。要は、動画だとすごい聞きやすい内容もたくさんあります。一方で、本とか落ち着いて見れるから逆にわかるってこともあるんですよね。例えば、漢字の書き取りとか、の練習とかって動画で見ても難しいじゃないですか。ね、例えばバラとかって言われてバって出されてこれ覚えて書くって結構厳しいけど、本に書いてあってこれを横で練習するのって結構簡単じゃないですか。こんな感じで、例えば視野の動画って、ちょっと長めの動画あったと思いますけど、あれ結構見るの辛いなって人もいると思うし、まあ、目薬の動画とかもちょっと見るの辛いなって人もね、大変だなって思う人もいるから、まあ、それで、ポイントだけピックアップして、それを、文章にできれば、読みやすいかなっていうふうに思ってるんですよ。ただ、まあ、皆さんの中で、まあ、いろんな、こう、希望や、これがいいなっていうこともあると思うんで、まあ、こんな内容を、ぜひぜひ書いてほしい。または、書く中で動画でも同時にアップしていくんで、そういうのを、皆さんのご意見をいただければなっていうふうに思うんです。まあ、いきなりもう来月できるとかじゃなくて、もう、まさに今、一から作っていくところなので、まあ、こういう形式で皆さんにお願いしている次第です。まあ、ですから、まあね、そんなの協力したくないよって人はいいので、まあ、ぜひぜひ、私も、そういうのを聞きたいし、書きたいとか、まあ、はたまた、どんどん協力したいっていう方は、書いてくだされば、それに合わせた内容をアップデートしていくっていう風にしようと思います。もちろんね、これ、僕一人が決められる内容じゃなくて、出版社さんの都合とかもろもろあるんで、あ、この内容いいんだけれども、本には載せらんないなってこともあったりもするんで、まあ、ちょっとそこら辺をどう、フォローしていくかってことも、含めて、いろいろこう、模索しながら作っていければなと思うので、まあもうこれ一から作るっていう動画なんですけども、ぜひぜひコメントいただければなと思いますんで、よろしくお願いします。